こんにちは、三蔵です。突然ですが皆さん、お宅の仏壇どうお世話されてますか？毎日ちゃんとお線香あげてるよ。お供えも欠かしたことないよ。などなど、自分ではちゃんとやってるつもりでいても、案外間違った祭り方をしているんじゃないですか。今回は仏壇をお持ちの方必見、仏壇のマナーについてお話しします。ただね、これは一般的なマナーで、各宗派によっていろいろ細かいところは違いますが、その辺はご容赦してね。この動画を見れば、やっぱやってはいけない仏壇の NG、 正しい仏壇の祀り方、お線香のあげ方まで、仏壇にまつわる知識がザクッとわかります。お宅の仏壇は問題ないかどうか、ぜひこの動画でチェックしてみてください。ご興味のある方は、右下のアイコンからチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは参りましょう。最初に、絶対にやったらあかん仏壇の NG 行動3つ紹介します。まず1つは、神棚の下に仏壇は置かない。仏壇だけではなく、神棚もあるよってお宅はちょっと見てください。神棚の下に仏壇を置いてませんか？これは絶対に避けましょう。なんでかって言うたらね、神様は不浄を嫌うからね。不浄には人の死も含まれるんで、ご先祖様をお祭りする仏壇を神棚の下に置くのは NG です。ちなみにね、神棚と仏壇を向かい合わせにするのも NG なんですよ。それはね、どちらかを拝むときにお尻を向けることになるんですよ。うわー、やってしもてるわーって、お宅はどちらかを移動してくださいね。続いて2つ目、床の間の反対側に置かないこと。昔はね、ほとんどのお家に仏間がありました。文字通り、仏様をお祭りする部屋ですね。しかし最近の住宅事情を見てますと、仏間はもちろん、床の間のないお宅も多いですね。本来仏間や床の間は家の中でも最高位とされる場所。床の間に仏壇を置くのが最良で、反対に置くのは下座になるってことですね。仏様を祭るのに下座ってのは考えられません。最後3つ目は、仏壇にいろんなものを置かない。仏壇に自社のお札を入れるのは NG。 やっちゃってる人結構多いんとちゃいまっか。神社はもちろん、お寺のお札も仏壇には入れないのが基本。仏壇っていうのは本来仏様をお祭りする小さなお寺ですからね。ご本尊様をお祭りしてますから、お寺や神社のお札を一緒に入れるのは失礼に当たります。位牌をお祭りするのは正しいですが、並びきらんくらいたくさん置いたら飽きまへん。仏壇の中がごちゃごちゃしていると、お家もごたごたするっていう話も聞きますぜ。位牌がいっぱいなら箱蝶を使いましょう。その時お位牌はお焚き上げしてね。過去帳ってのは、個人の名前や戒名、法名、去年、生去日などを記録するものです。位牌の代わりとして用いられる正しい大切な系譜です。過去帳は仏壇に祀るのが正式で、これにまとめたら仏壇もすっきりしますわな。ちなみに浄土真宗ではお位牌は作りません。ご本尊と位牌以外においていいのは、お参りの時に使う仏具、水具足、お輪、仏盤、器と湯飲みでしょう。ちなみに浄土真宗では湯飲みはいりません。水具足とは、仏花をお供えする花立て、お線香を焚く香炉、ろうそくを立てる火立ての総称です。必要最小限の仏具を置いて、すっきり清潔にしておくと、仏様もご先祖様も喜ばれるに違いありませんな。仏壇の NG を知っていただいたところで、次は仏壇の正しい祀り方をご説明しましょう。お
宅の仏壇どの方角に向いてますか？仏壇を置く方角にも昔から言われがあるんですよ。西を背にして仏壇を東向きに置く西方浄土説。仏教では古くから極楽浄土は西にあるとされています。東向きの仏壇の前に座った時、どっちを向くことになりますか？そう、西ですわね。つまり仏壇に手を合わせると同時に極楽浄土に祈りを捧げることになります。北を背にして仏壇を南向きに置く南面北座説。お釈迦様が北を背にして様々な説法をされた由来から来ています。本山がある方向に置く本山中心説。本山がある方向に向かって仏壇を置くという考え方、主に執行宗の慣例ですね。本山に向けて仏壇を置くということは、住んでいるところによっては仏壇を置く場所が違うってことですね。方角の次は仏壇の中について。一番上の段に位牌を置いてる方いてまへんか？この間違いしてはる人意外と多いですよ。最上段は須弥壇と呼ばれる仏様をお祀りする場所です。ご本尊を中心に祀って中祖や名号が描かれた掛け軸を左右にかけます。位牌はその一段下に置くのが正解です。お位牌を置くのは二段目のお位牌段。ご本尊が隠れてしまうようにならんように気をつけてね。その下はご飯とお水をお供えしましょう。おまんじゅうやおせんべいなんかもこの場所に置きます。最下段にはさっき説明した仏具やね。中央は香炉、左側に花立て、右側に火立てとお輪を置きましょう。お線香の上げ方にもマナーがあるんです。ここでは正しい作法を紹介しましょう。正しい作法、先にろうそくに火を灯してから線香をかざしてつけるのが正式です。ただし絶対に息を吹きかけたら開きません。線香を持っていない方の手で仰いで消しましょう。補足として付け加えますと、仏壇に手を合わしに来ていただいた人がろうそくに火をつけるのは作法と違います。お寺さんやお参りにいらっしゃる方の前にご家族の方がつけときましょう。実は線香の上げ方にも宗派によって微妙な違いがあります。知っといて損はありませんよ。浄土真宗本願寺派は線香は一本二つに折って同時に火をつけます。火を左にして香炉に寝かせます。香炉が小さい場合は三つに折っても構いませんよ。天台宗真言宗は線香は三本全部まとめて火をつけて、手前に1本、奥に2本、逆三角形になるように立てます。浄土真宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗、線香は1本です。火をつけて香炉の真ん中に立てましょう。ぜひ参考になさってください。今回は仏壇についてお話ししました。仏壇も時代とともに変化しつつありますが、どんな時代でもご先祖様を思い手を合わせる気持ちは変わりません。故人様を忍び、やったらあかんこと、気をつけたいこと、この動画を役立たせてください。これからも葬儀や仏儀にまつわる知識を中心に皆さんの疑問の解消や日々の暮らしに役立つことを短く分かりやすく発信していきます。最後に一番大事なのは心ですよ。この動画が少しでも参考になったと思われる方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。三蔵の励みになります。よろしくお願いいたします。ついでに三蔵が主催しています完結葬もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。